あのコナミ開発室を独占取材。ついに登場 KCE ジャパン第1弾メタルギアソリッドを小島監督が語る。はい、KCE ジャパンにようこそ。それでは中をご案内します。これで、はい、ここが、シナリオ班です。これが、自社のツールですけども、スペースという、ツールでして、マップ上にですね、敵の配置とかアイテム、トラップを置いていく、あるいはその当たりとか、カメラの位置とかですね、カメラワークとかビハインドモードというカメラ位置を決めるというのは全てここで行っていますね。この点が敵の巡回ルートですね。どこで止まってあくびをするとか、どっちを向くとか、何秒ここで止まるとかいうのもここで全部セットしますね。ここが、デザイナーのブースになります。で、彼が、キャラとメカデザイン、作画監督の新川洋次です。今、イラストを描いているところですね。彼ちょっと筆ペンで描くっていうか、筆で描くですよ。で、デジタル上で、微調整をしながら色を塗っているというところですね。これが、ポリゴンデモを作っている、実際のツールです。ポリゴナミエというネーミングでやってますが、ここで、ワイヤーフレームで、いろんな調整をして、実機に出してみるっていうツールです。この辺が全部サウンドのエリアです。で、アフレコした音声を編集しているところを実際に見ていただきます。ステルス迷彩か、死に損ないが、邪魔が入った、また会おう。まずやっぱりその見つかる見つからないっていう緊張感、他のゲームじゃないですから、その辺が一番のアピールするところですね。それと全部をポリゴンで作ってます。ですからそこにいかにも自分がいるっていうか、その疑似バーチャルな感じっていうのがすごく他のゲームよりもすごく強い。で、自分がそのアラスカの要塞の中にいるっていう感覚がそのまま緊張感につながっていくっていう、作りになってますので、そこがやっぱり一番大きいところですよね。今回のゲームは、全部ポリゴンですから、いかなる時でもボタンを押すとカメラが降りてきて、プレイヤーの主観になるんですよね。で、そうしてみた時に、2次元で描かれたマップだと 3D に降りた時のことは、考慮されてませんから、見えなければいけない、エレベーターの扉が見えないとかっていうのが出てきたんですよ。何かモデルを使わないといけないかなっていうことを悩んでた時期があるんですけども、それを、まあ、見てたスタッフがですね、レゴブロックのセットをプレゼントしてくれまして、で、これで作ってみたら結構いけそうなんで、実際に CCD のカメラで、こう見ながら、天井高すぎるんで、低くしようとかっていう微調整をして、今度それをもとに2次元のマップを描いて、3D のデザイナーに渡すというような経緯で作ってます。やっぱり知ってて作るのと知らないで作る、机の上で想像だけで作るっていうのと、やっぱり出てくるものは全然違いますからね。そこで実際のスワットの人の訓練に同行させてもらったっていうのと、ナショナルトレーニングセンターっていう、その砂漠の中に戦車で訓練するところがあるんですけども、戦車を実際触ってみて、実際に軍人さんにいろんな話を聞いたというのがあります。外注で例えばハリウッドにムービー部分だけを任せてしまうというのはやりたくないんですよ。その一番おいしいところを内部で作るっていうか、それをやりたかったんですけども、そういうのがまず一つあって、それと、やっぱりそのムービーの質感とゲーム中のポリゴンが全然差異があって、つながりがなくなってしまう、ムービーが始まるといきなりコントローラーを置いてしまうっていうようなね、やっぱりその緊張感が売りのゲームですから、それとしても避けたい。で、その結論がポリゴンで、ゲーム中のポリゴンを使って演技をさせる。まあ、メタルの場合は、すごくそのローポリゴンですけども、カメラワークとか、照明とか、演技とかですね、その辺を、映画並みのクオリティに近づけたいなっていうのがあったんで、その辺を今一生懸命作ってるというか、修正してるところですけども、